第2対談の先頭にお願いします。それでは第1対談の皆さん、元気よく豊洲まで沿道の皆さんにアピールをいただくようお願い申し上げます。隊列は5列渋滞となっております。もうちょっと前の方に出て、控えていただくようにお願いします。やってはならないと思います。アジアの平和を維持しようと思えば、アジアの隣国とは外交や経済交流、民間交流など話し合いを積み重ねる以外にありません。これが日本国憲法の精神だと思います。本日の憲法記念日に皆さんと一緒に平和を考える機会にしたいと思います。こちらのパレードコース、豊洲コースで憲法共同センターに結集する皆さんのパレードです。では皆さん一緒にご一緒にシュプレヒコール行きます。憲法改悪絶対反対、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 改憲するな、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 憲法変えるの望んでいない、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 戦争反対、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 対話で平和を、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 ロシアはウクライナから直ちに撤退、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 戦争につながる基地はいらない、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 辺野古新基地建設反対、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 南西諸島にミサイル置くな、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 辺野古の海を土砂で埋めるな、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 戦争と性暴力を許さない、戦争と性暴力を許さない、憲法第1回憲法第1回憲法第1回女性差別を許さない、女性
声を上げよう。みんなで政治を変えよう。ご通行中の皆さん、ドライバーの皆さん、本日5月3日は日本国憲法が施行されてから76周年にあたる憲法記念日です。このデモ行進は先ほどまで東京都防災公園に2万5000人の市民が集まって、平和と民主主義、人権擁護を謳った日本国憲法を守り生かすための集会終了後のパレードです。今日は全国各地でこうした集会が開かれています。今世界ではThank you.
けよう。景気を変えよう。ご通行中の皆さん、ドライバーの皆さん、本日5月3日は日本国憲法が施行されてから76周年にあたる憲法記念日です。先ほど東京都有明防災公園に2万5000人の市民が集まって憲法大集会が開催されました。私たちは平和と民主主義、人権擁護を出した日本国憲法を守り、生かすためのパレードを行っています。今日は全国各地でこうした集会が開かれています。今世界ではウクライナをはじめ少なからず地域が国に運動が行われ、多くの人が彼が黒くて、この中が白い。お待たせいたしました。埼玉の皆さん、豊洲コースのデモ講師スタートです。よろしくお願いいたします。蔡労連の皆さん、蔡公共の皆さん、埼玉の新日本婦人の会の皆さん、本当にご苦労様です。最後まで大きく元気に声を出してデモ行進をお願いいたします。ご苦労様です。埼玉ミーレンの方、ミーローの方、それから健康ローの方、本当にご苦労様です。最後まで元気な声を出してアピールしていきましょう。今日の集会2万5000人で大きく成功いたしました。引き続き憲法改悪反対、そして戦前にさせない、命と暮らし平和を守ろう、この運動を大きく進めてまいりましょう。埼玉県平和委員会の皆様、ではここから議連の皆様、ご苦労様でございます。明るく最小連の方、本当にご苦労様です。頑張ってまいりましょう。では川口球場の会の皆さん、ご苦労様でございます。頑張ってください。憲法会議の皆さん、ご苦労様です。よろしくお願いします。できるだけ左側をデモ行進してください。中央によりますと旗等がですね、車に接触する危険性もありますので、左側を入手して行進してください。よろしくお願いいたします。川口民主党の皆様、ご苦労様です。引き続き頑張りましょう。ご苦労様です。では次の定段の方、もう少しちょっと前に出てください。
埼玉土県の方がたくさんご参加です。本当にご苦労様です。頑張ってまいりましょう。本庄支部の方、田山支部の方、熊谷支部の方、安藤日高支部の方、入間支部の方、そして所沢支部の皆さん、本当にご苦労様です。引き続き埼玉で頑張ってまいりましょう。ご苦労様です。ご列でお願いいたします。できるだけ左側をご通行デモ行進していただきたいと思います。とりわけ中央を寄りますと旗が車に接触する場合もございますので十分ご注意いただきたいと思います。富士見の支部の皆さん、ご苦労様です。高橋和光の支部の皆さん、ご苦労様です。埼玉都県の皆さん、すごい体力です。頑張ってまいりましょう。ご苦労様でございます。埼玉の県の皆さん、大変ご苦労様です。豊洲駅までのコース、しっかり沿道の皆さんにアピールしていきましょう。次の隊列の皆さん、もうしばらくお待ちください。本日の憲法大集会、2万5000人の参加で大きく成功することができました。これから豊洲駅までのパレード出発いたします。隊列は、5列渋滞で、進んでください。出口狭くなっていますので、押し合わないようにお願いをいたします。車道に出ましたらなるべく左側に進んでいただき、車道中の方に出ないようにお願いをいたします。とりわけ、旗、車道側に、お持ちの方は車道と、車と接触しないようにご注意、していただくようよろしくお願いをいたします。埼玉県の皆さん、大変お疲れ様でした。岩槻の皆さん、春日部の皆さん、吉川の皆さん、越谷の皆さん、草加の皆さん、そして八潮の皆さん、大変、お疲れ様でした。本日の憲法大集会、2万5000人の多くの皆さんの憲法を守れの声、届いたと思います。今度は沿道の皆さん、地域の皆さんへのアピール、よろしくお願いをいたします。大変お待たせをいたしました。これが最後の対決となります。三郷の皆さん、大変お疲れ様でした。豊洲駅までのコース、しっかり沿道の皆さんにアピールしてまいりましょう。頑張って行ってらっしゃい。はい、最後の隊列の皆さん、大変お疲れ様でした。お待たせいたしました。豊洲駅までのコース、元気に歩いてまいりましょう。
これやるじゃん。全国各地でこうした集会が開かれています。
今、世界ではウクライナをはじめ少なからぬ地域や国々で戦争が行われ、多くの市民や兵士たちが亡くなっています。皆さん、最近日本でも今は新しい戦線なのかもしれないと言われていることをご存知でしょうか。国際的に違法化され、国際社会の批判として
悪兵器の製造、貯蔵、使用の威嚇などが禁止されています。核兵器のない世界を願う被爆者の声に応え、日本政府に条約の署名、批准を求める世論を広げましょう。皆様、最近日本でも今は新しい戦前なのかもしれないと言われていることご存知でしょうか。これはタレントのタモリさんが昨年末あるテレビの番組でお話ししたことです。皆さんも最近そのようにお感じになることはありませんか。日本は何十年にもわたって防衛費は GDP の 1% 程度に抑えて専守防衛を国政のようにしてきました。これは世界第3位の軍事費を持つ国になることです。そして敵基地攻撃能力を持つなどといって南西諸島のミサイル基地建設などを進め、増税など市民の財政負担を拡大しようとしています。憲法を変えて戦争の準備をすれば戦争がやってきます。軍事拡大の戦争はやってはならないと思います。アジアの平和を維持しようと思えば、アジアの隣国とは外国や経済交流、民間交流など話し合いを積み重ねる以外にありません。これが日本国憲法の精神だと思います。本日の憲法記念日に皆さんと一緒に平和を考える機会にしたいと思います。ご通行中の皆さんもぜひ私たちとご一緒に行進しましょう。憲法が生きる平和な日本を実現するために皆さんもご一緒に声を上げましょう。ではシュプレヒコールお願いします。シュプレヒコール。憲法改悪反対。憲法改悪反対。戦争反対。対話で平和を。対話で平和を。ロシアはウクライナから直ちに撤退。ロシアはウクライナから直ちに撤退。戦争につながる基地はいらない。戦争につながる基地はいらない。辺野古新基地建設反対。辺野古の海を土砂で埋めるな。最近そのようにお感じになることはありませんか。日本は何十年にもわたって防衛費は GDP の 1% 程度に抑えて専守防衛を国税のようにしてきました。にもかかわらず岸田内閣は最近突然 1% を5年で43兆円にすると言い出しました。これは世界第3位の軍事費を持つ国になることです。そして敵基地攻撃能力を持つ
持つなどと言って南西諸島のミサイル基地建設などを進め、増税など市民の財政負担を拡大しようとしています。皆様、憲法を変えて戦争の準備をすれば戦争がやってきます。本日の国際の投票はやってはならないと思います。アジアの平和を維持しようと思えば、アジアの民族とは戦争や経済暴力、戦争の人と戦争の人と戦争の人と、本日の憲法記念日に皆さんと一緒に平和を考える機会にしたいと思います。戦争と性暴力を許さない。
来いよ、アディオはい、お願いします。来いよ、アディオ。全校生の皆さん、ご苦労様でした。全労働の皆さん、全労務の方もいます。ご苦労様でした。今回約4回引き続き皆さんとも一緒に頑張っていきましょう。関東建設支部の皆さん、全校は東京地方の皆さんかな、ちょっと読み間違いしてたらごめんなさいね、それと全国校全支部か全支部東京の皆さん、ご苦労様でした。関東建設